ほ501、ほ501、ほ501 50は、大日本帝国陸軍の航空機搭載砲。本砲は88式7センチメートルや先行射砲をベースに開発した、合計75ミリメートルの砲であり、実際に整備された日本陸海軍の航空機の武装の中では、合計威力ともに最大であった。射撃の反動は、約4トン以上。蛍光弾数は、 弾倉内に15発である。装填は上員による指導であるため厳密には、機関砲ではない。自動開閉機構法に備えており、発射後に空薬莢を自動排出する。発射速度は、毎分20発。通常の88式7センチメートルや先行射砲との、主な違いは、撃発機を、電気発火、手動発火は、予備とし、弾薬等15発入りの弾倉を備え、 五座長を1.4メートルから1.32メートルに調整した点である。本砲はアメリカ軍の B-29 を撃墜するために開発された砲である。この砲は四式銃爆撃機、飛竜を改造し特殊防空戦闘機とした機109の胴体軸線上に装備された。このため機109は左副操縦席を撤去している。本砲の目的は 体当たり戦法に代わるものとして、B-29 の有効射程外から砲撃を加えて撃墜することであり、射程1000メートル以内で必中を目指していた。しかし、射距離修正のための小順具や、新艦の調整、エンジンの航空性能に問題があり、B-29 迎撃には期待したほどの成果は上げられなかった。創生算数は終戦までに22機とされる。 1944年、昭和19年3月6日、期109搭載法に関する協定事項が、大阪陸軍造兵賞で策定された。この協定では、期109搭載法として88式7センチメートル校舎法を使用し、これに、大阪陸軍造兵賞で製作した法、番3582号及び3583号を使用することと決められた。 航空機搭載用とするにあたり、激発機と砲取付金具が回収部分とされた。構造としては足、強化、照順機、箱板など、揺らかより、下の構造を撤去し、新たに砲と航空機を結合する砲画を取り付けている。回収用の図面は、第一陸軍技術研究所から3月20日までに送付することされた。また、回収期間は、 図面の送付後1ヶ月とされた。これ以降の回収、試験予定は以下のように策定された。3月31日、第一陸軍技術研究所では、搭載法基礎試験用法を提出した。日程は3月22日から28日、場所は大阪陸軍造兵将及び大津川車場である。この試験では88式7センチメートルや先行車砲の ゴザ効力を計測、航空機搭載の基礎資料とした。初速秒速720メートルを得るには、創薬量1.390キログラムが必要とされた。この試験では、ゴザの特性、効力変化の経過、ゴザ調と最大効力が調べられた。試験後、低温での中体液の試験が必要とされた。放課は、クロームモリブデン後半で製作すること、また、 ご座効力は安全率を1.5倍とし、5.31トンとして設計された。取り付け金具類の安全率は1.81.5イコール2.7。金具と胴体との結合部分では1.81.4イコール2.52。胴体構造関係では1.81.25イコール2.25とされた。5月2日、第一陸軍技術研究所では、 109搭載法竣工試験用法を提出した大阪陸軍造兵床にて試験法が竣工4月24日から28日まで大阪陸軍造兵床と大津川車上にて機能と高単性を試験し結果は良好だったただし激発揮に改修が必要と判定されたこの時点で法の諸言の一部が表記されている 砲の全備重量は七百四十キログラム、兵先付き砲身重量は四百九十キログラム、揺らか。体重量は二百五十キログラムであった。また、重心位置は、砲口から二点四二零メートルの位置だった。初速秒速七百二十メートルで、誤座効力は四点八トン。初速秒速七百五十メートルでは、誤座効力が五点二トン。発射弾数は八十六発。連続発射して 異常はなかった。電気発火機能は良好だが、電磁石の牽引力がやや弱く、発火バネと電磁石に改良が必要とされた。回収しない場合には、不発の恐れがあると指摘している。後また座機能は良好であり、安全機能はやや不良とされた。取り付け、金具への取り付け作業、法への取り付けに問題はなかった。さらに、 1> 第1陸軍技術研究所は5月11日に、期109搭載法低温試験用法を提出した。日程は5月10日から13日、車上は、東京第2陸軍造兵症等付車上である。航空では方が低温にさらされ、地上の常温とは、使用条件が異なるため、必要な試験である。低温での機能と、高端性能は、良好だった。ご座効力に変化はなかった。 氷結時の新汗の安全度に変化は見られなかった。中体液をつ五十パーセントに、純アルコール五十パーセントを加えて使用した。以下は、各温度での中体液の粘度変化である。この試験では一点三九キログラムの創薬量で射撃し、状況を調査した。創薬温度摂取マイナス四十一点五度で、発砲した際には空圧が二千三百七キログラムセンチメートル。 初速秒速六百八十二メートル、推定中大気温度マイナス三十七度、5座長不明、5座状況はかだった。創薬温度十度で発砲すると、初速秒速七百十二メートル、空圧二千七百四十キログラム、センチメートル、推定中大気温度マイナス四十一度、5座長点三九メートル、5座状況はかだった。問題点として、また先に、 空気不足が生じ、また座不足となったがこれは射撃前の準備に問題があると考えられた。中体液に問題は発生しなかった。砲角部に氷結は生じなかった。核機能は良好、不等性形質潤滑油により固着は生じない。しかし低温から常温栄法を戻すと大量の氷結が生じた。激発機の作動がやや不良となった。 方向内にも着設したが、新刊には悪影響はなかった。摂氏マイナス50度までは使用可能と推測された。6月1日、第一陸軍技術研究所では、機109搭載砲中待機調整試験用法を提出した。日程は5月26日から29日、場所はイラゴ試験場である。電気発火機能の点検では、戦車用電磁石、 回収後及び三菱製電磁石はともに、牽引力十分で、機能、高炭性良好であり、連続60回以上の撃発を行っても、機能不良は一切なかった。不覚をかけて射撃した際の機能点検では、弾量は6 5 4 0ラム、創薬は3号体上約1 3 9 0ラムの弾薬が使用され、0度、マイナス5度、マイナス10度、マイナス15度、 マイナス19どの核不核における後複座の状況は比較的良好だった。9月5日、陸軍航空審査部にて T109 射撃試験計画が立てられた。これは地上射撃試験と空中射撃試験であり、試験の人員には第一陸軍航空技術研究所の職員及び三菱重工業の名古屋航空機製作所から若干名が参加する予定とされた。 日程は陸上試験が9月8日から10日、空中試験が9月11日から9月16日とされた。予定では地上射撃試験が、フッサ射場にて実施24発射撃とされた。装薬量を 1.1kg から 1.46kg まで順次増量し水平射撃を行う。ここでは 砲波と機体の強度と撃発装置の機能を確認する。結果により回収を実施し、空中射撃に移行するものとされた。水戸試験乗車場では、空中射撃試験を実施するとされた。弾薬39発を使用し、装薬量を 1.1kg から 1.46kg まで順次増量する。または、布板敵を使用、水平射撃。 弾間降射撃を行う予定であった。他、海上水平射撃、布板的射撃、武器流的射撃が想定され、射法には後方攻撃、全下方攻撃が予定された。この試験では、砲画と機体強度核装置への振動の状況、照準と弾薬装填の名に、砲の機能、命中精度を確認するものとされた。使用機材は、 機109第1号機で前方固定砲装置は完備状態だった。目標機は木431型とされた。搭載する88式 7cm や先行車砲は足、強化、照準機、箱板を除去したものである。弾薬は100発を使用する。ほか、使用機材は以下が用いられる予定だった。1945年。 昭和20年1月10日、第一陸軍技術研究所では、期109搭載砲用内東方、春行試験計画を立てた。日程は1月25日から29日、場所は大阪陸軍造兵将及び大津川車場である。内東砲の諸言測定、機能試験、射撃試験、射後検査を行う予定であった。数量は2問。 母砲として88式7センチメートルや先行車砲を使用し、弾薬は94式37ミリメートル砲と同じものであった。内刀砲とは、砲身内部に母方より口径が小さい専用の砲を装着し、弾丸を射撃して訓練に用いる装備である。これは訓練時に大口径の弾薬を用いると高額であることや使用できる車両が限られることから、 より低廉かつ低威力な小口径の弾薬で代用するためのものだった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。